ただいまから知事の記者会見を始めます。知事、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。では、今日の会見を始めたいと思います。まず、日本で初めて、アジアベストレストランフィッキーの大阪店が開催だけでしたとニュースについてお伝えしたいと思います。まずアジアベストレストランフィッキーというのはですね、アジアの各国から有名シェフ、そして国際メディアなど約800人が参加する、食のアカデミー賞と言われている祭典で、もともと2002年からかな、世界のベストレストランフィッキーというのが始まって、現在はその中でも特に料理というものについて非常に進んでいるアジアと、あとはラテンアメリカだったかな、この2つについては特にまたこのトップ50というものが開催されていまして、ちょっと去年というか2019年のこれマカオで開催された直近のものがありますので、これは動画になっていますか。シンガポールで開催されました。はい。で、次の2年間はマカオ。で、次の2年間はマカオ。だから、第1回から3回までシンガポール、4回、5回がバンコク、6回、7回がマカオ、で、第8回が佐賀ということになって、日本での初開催ということで、都市圏以外では初めてということになるんですけれども、非常に自然再生型の、形を作っていきたいというあたりが、招致の成功要因になったのかなというふうに思うんですけども、全くそういった意味で、違う都市でやるというふうに思っています。はい。で、我々がじゃあなんでこれを開催したいのかということなんですけれども、もともと多くの料理人がこの佐賀というところに気づいた一つのきっかけが、有田焼の400年事業でもありました。その時に世界料理学会をやったりとか、この器というもの、そしてそれを目当てに料理人の皆さんが集まった時に、あれ佐賀県の食材って素晴らしいねっていう簡単な声が多く起きて、そこから我々は食材と器と料理人という、この新しいイノベーション、佐賀マリアージュというものが新たな価値を創造していけるのではないかということが我々の PR ポイントと昇華していったというふうに思っています。ですので今回はぜひ佐賀で開催することによって、この食材と器と料理人という新しい境地というか世界をこれからアジア世界に佐賀から売り出していきたい、そして多くのレストランで佐賀の食材や器というものが徐々に広がっていくような、そのきっかけになればいいと思って、今回開催させていただきたいと思っております。はい。で、開催場所なんですが、いろいろ、いろんなところを我々もプロモートしてみたんですけれども、お互いの相談の中で、この御船山楽園というか、この竹雄というところを今回しっかり言っていこうということでありまして、さまざまな世界料理学会とかさまざまなそれに派生するものは
できる限り県内各地でやれるようにしたいと思いますが、この料理学会につきましては、竹雄の水根山、そして自称セレモニーは竹雄市の文化会館という形でこれから進めていきたいというふうに考えております。開催日は来年の3月24日を予定しております。はい、ということで、世界に誇れる佐賀ということでありまして、その魅力を世界に発信していきたいというふうに思います。続きまして、大切な命を守るために防災情報の伝え方が変わりますということなんですけれども、はい、これも常々申し上げておりますけれども、雨の降り方が集中化、激甚化しているというのはもうみんなの実感、皆さんの実感ともなっていると思いますけれども、突然集中的な集中豪雨が来て息苦しさ恐怖を感じるような、そういう、1時間80ミリ以上の猛烈な雨というものの回数は約 1.6 倍に最近増えているということ、この10年間と最近の10年間を比較すると 1.6 倍増えているということでありまして、まあ、そういうことがベースになって、いろいろな豪雨災害が26年、28年、これは岩手県を中心、そして、29年7月には九州北部豪雨というものが起きたわけでありまして、そして昨年ですが、30年7月豪雨では西日本を中心に記録的な大雨が出て、非常に1府13県ですね、記録に新しいところですけれども、岡山、広島、愛媛中心という、災害になりました。まあ、佐賀県でもこのような形での災害となりまして、まあ、特に我々の県では河川の護岸の崩壊と、それから思わぬところでどこで起こるかわからない表層崩壊、まあ、土砂災害というこの2点というところが非常に大きなものとなったわけです。ということで、今回ですね、国の方で、まあ、なかなかこの避難勧告というもので、なかなかこう避難していただけないということでも あったことで、この1,2,3,4,5っていう警戒レベルで、発表するということになって、今回、県民の皆さん方にお伝えしたいと思っているのは、警戒レベル4というものになると、全員避難ということなので、この4というところに意識をしていただきたいということ、そしてこの4ということの意味なんですが、避難場所への避難もそうなんですけれども、移動が危険な場合もございますから、近くの安全な場所だったり、場合によっては屋内であっても1階ではなくて2階に、なんて言うんでしょうか、自分の家の中で移ってもらうという環境だけに、この4というものをイメージしていただきたいということを今日はお伝えしたいということであります。なかなか避難の情報って非常に難しいというふうに言われてますけれども、そういった意味では今回この4というところが一つのメリクマールになるということであります。日頃からハザードマップ、避難場所、経路の確認もお願いしたいと思いますし、朝昼晩どんな時にこの4が出た時にどういう行動を取るべきなのかということについても、考えておいていただきたいと思っています。はい、自然災害は他人事ではありません。起きてしまった時にどうしようかということになってしまうのが常でありますから、命を守るために行動していただきたいと思いますし、その準備をしておきたいいただきたいというふうに考えています。続きまして、サガン酒を通して佐賀を味わうサガンバーのお話です。佐賀県はこれまで、佐賀駅で例えばホチャ、それから空港での空見酒、それから空港に海苔の自販機を置いたりとか、佐賀県の県産品がいかに素晴らしいかということを皆さんに知っていただく取り組みをやってまいりました。まあチャレンジというか、皆さん方の反応を確認しながら、どうこれから佐賀県産品の PR をやっていけばいいのかということをチャレンジを続けてきたわけですけれども、今回は、佐賀のお酒、特に佐賀駅をおもてなしの駅としていつも申し上げているように、自分たちが使う駅という側面だけではなくて、多くのお客さんに佐賀に来たんだなということを知って、佐賀らしさを、作り出していきたいというふうに思いましたので、今回新博の時に新スクエアというものをやりましたが、その場所において、佐賀の佐賀バーというものをオープンしたいと思っています。オープン日は6月27日の16時ということで、ちょうど、
佐賀県日本酒で乾杯を推進する条例の施行日ということでありまし、あります。営業時間は16時から20時、月曜定休でありますので、佐賀にお越しになった方には、駅でまずこう佐賀の日本酒を楽しんでいただくということもプロモートしていきたいと思っています。4つの顔ですが、まずは佐賀の酒、佐賀のおつまみ味をテイスティングすること、そして、佐賀の酒をはじめとして、佐賀の県産品の情報に触れるインフォメーションスポット、そしてさまざまな焼き物、それから家具など伝統工芸に触れるような体感スポット、そして立ち飲みスタイルで飲んでいただいて飲み比べを楽しんだら、そのまま町の酒場に繰り出していただくような拠点スポットとしても考えております。飲み比べセット、それから各蔵元の自慢の一品を堪能いただきたい、そして認定酒、そして冷やおろしなど季節限定酒もあります。飲み比べ500円で単品メニューもご用意して、おつまみの佐賀の味ということで、佐賀の一生からさまざまな佐賀の素晴らしい飲みが生かさしいものがありますから、まあ、そういったものも楽しみいただきまして、佐賀らしさの演出の拠点とさせていただきたいと思います。ということで、オープニングセレモニーを6月26日の13時分から予定しておりますので、佐賀の酒の乾杯ということでありますので、ぜひお越しいただきたい、新しい佐賀の魅力を発見していただきたいと思っております。佐賀県産品の魅力を全力で発信します、続きまして、子宮頸がんの撲滅に向けて取り組んでおります。昨日GM21 でもこれについては決断させていただきましたけれども、佐賀県の子宮がんの死亡率が全国ワーストになっております。この直近のこの5年間を見ても全国ワースト2ということで、これをこれに対する対策をというところが喫緊の課題と感じています。はい、で、子宮頸がんは若い女性に多く生まれるがんでありまして、子宮頸がんの罹患率のピークは30歳から44歳で、あります。でも20代の発症もありますので、これについての認識をぜひ県民の皆さん方に、新たにしていただきたいということであります。はい、で、子宮頸がんは検診で防ぐことができるものでありまして、その原因はヒトパピローマウイルスという HPV というそのごくありふれたウイルスが主な原因なので、あります。ですので、このウイルスが あるかどうか、 HPV に感染した細胞をお持ちかどうかということのチェックをしていただければ、それがこの異形成するかどうかというのは毎年のチェックをしていただくということになるので、自分がまずこの HPV ウイルスを持っているかどうかということ、でその検査について佐賀県は全国で初めて無料にしたということであります。それでいいね、ということですので、でこれがじゃあ分かった時には、この段階で発見して治療できれば子宮の温存も可能ということであります。それからそのためには子宮頸がん検診の時に、細胞診の検査の時に、それに基づいて HPV 検査も併用することが有効なので、まあ、そこに丸をつけていただくと、そこは佐賀県は無料にするわけですから。ということで、このウイルス検査も、チェック、一緒にやっていただきたいということなんです。はい、ということで、この HPV 検査費用を今年の4月から全国で初めて無料化しておりますので、子宮頸がん検診をまず早期に皆さん受診していただいて、その時にこの HPV 検査もぜひ希望いただきたいなというふうに思います。今9割以上の方が受けていただいておりますけれども、ぜひその時に一緒にセットでやっていただくということによって、私ら我々は大幅に子宮頸がんというものが減っていくんじゃないかというふうに期待しているところであります。はい、あなたの今と未来のために佐賀県はがん撲滅に本気です。ちなみに、佐賀県は本当にがん対策室を作って一生懸命やってるわけですけれども、まあ、今日は新しい記者さんもおられますので、実は私が4年前だったかな、
知事になって半年でも胃がんになることが分かって、まあ、その時になんで胃がんになったのかなということで入院中に先生といろんな話をしている中で、このピロリ菌が原因というふうな話をする中 でピロリ菌というものがもともとなかったら胃がんになる可能性は、まあ、ほとんどなかったっていう話を聞いて、であれば佐賀県は早いうちにピロリ菌を除去してあげれば、その子供が大人になった時に胃がんにかからない、ほぼかからないだろうという未来へのプレゼントみたいな事業をやったわけでありまして、佐賀県は日本で唯一県内中学生で3年生を全員にピロリ菌検査の除菌をして、で、無料でもし、ピロリ菌がありましたらそれを治療するということをやっております。ずっともうこれ3年目かな。で、今年度中学3年生の保護者の方はぜひ学校へピロリ菌検査の同意書のご提出をいただきたいと思います。もちろん同意がないとできませんから、同意いただけるといいかなと思います。そして昨年度に検査してこれ、この尿中抗体検査でこの二次検査に進むと、この便中抗原検査になるんですけれども、二次検査に行かないというか未検査の方もおられます。こういう方はぜひ二次検査を受けていただきたいと思いますし、で二次検査で陽性でありますと治療をするわけですけれども、それでもまだ未治療の方もおられます。で治療は15歳になってから実施するわけですけれども、ですからこういう方々にぜひ、せっかくの制度なので、このピロリ菌と胃がんということに関しても分かっていただいて、ぜひ対応いただきたいなと願っております。まあ、こういった中学校3年生の同意をするかしないかとか、そういうようなタイミングで大人の方もがんについて考えていただきたいと思っています。これ中学3年生無料化してますけれども、もちろん30代40代50代の皆さん方もぜひピロリ菌の検査を受けていただいたらいいかなというふうに思っています。続きまして、多くのインバウンド観光客に訪れていただけるように取り組んでいる話し合いです。ということで、この26、21、28、29とこう高い伸び率で、外国人宿泊者が大きく増加しています。まあ、佐賀県の場合、大きな旅館が工事中だったりしたこともあったりとかですね、なかなかキャパ自身に限界があるところから、まあ、今30年はおおむね横ばいになっておりますけれども、非常に今増えております。ということで、今多言語メニューの支援ですね。やっぱりメニューがなかなかわからないということで、こんな形でさまざまな言語で、メニュー化に対して、多言語化の無料作成支援をやったり、それからキャッシュレスの対応支援、なかなかカードで、商店街で、ご飯が食べられないという話もよく聞くので、まあ、そういったところに対する、導入経費の支援や普及啓発なども行っております。ということと、佐賀県は非常にコールセンター設置の先進県であって、もう早いうちから佐賀発のコールセンターというものを使っております。で今年度から2言語プラスで、ミャンマー語とクメール語というところまで対応できるようになっていて、まあ、実際観光客だけでなくて普段、佐賀県にお住まいになっている方々、なかなか言語が通じなくて困っているような時のご利用ということについても役立っているということであります。この6言語無料観光アプリ、ロガンシタとコールセンターが連動しているということで、あります。はい、さらに海外のプロモーションにも力を入れておりますけれども、中でもアプリの PR キャラクターから出生いたしまして、もともとこのツボ侍というのは、このアプリのイメージキャラクターだったんですけれども、最近はだんだん出世して観光マスコットになって、もう出てきてしまいました。前回森川海斗で非常に好評を博したので、今日はツボ侍に連れてきてしまいましたけれども、中国の人気投票で3位になったということでありまして、このツボ侍は昔佐賀の武士の子だったんですけれども、遊んでるうちにこの有田焼の壺の中にはまってしまったんですね。目が覚めたらこの姿に出てこれなくなったというキャラクターでありまして、今は困ってる人に土下座と声をかけながら佐賀を PR していただいております。じゃあ今日もちょっと PR ポイントポーズの決めポーズをやっていきたいと思います。はい、まずツボ、はい、ツボになりました。伸び縮みができます。次にいないいないば、
ということで、じゃあ、つぼ侍ありがとう。意外とこれ、つぼ侍に向き合って、久光さんのバトスバレットとかみんながこうつけてくれたりとかです、ね、意外と受けてます。はい、ありがとう。ということで、最後ですけれども、インバウンド観光客のさらなる増加に向けて全力を取り組みたいと思いますし、そして今年も6月6日の西武ライオンズ対広島東洋カープの同郷監督会、辻監督と小畑監督ということで、つぼ侍も活躍しますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ、さよなら。ギリギリ通れるって感じでしたね。最後に2点お知らせです、第3回企業の生産性向上のための佐賀 IT フェアを開催します。今年3回目からは県も主催の中に入って、一生懸命、取り組みに参加したいというふうに思っておりますが、県内で、最大規模の IT 展示会、そして生産性向上の働き方改革、あらゆる業種業態で使えるツールを満載しておりまして、県内外約60社が出展するということで、7月2日グランドハウスにおいて、実施します。この機会に最高のテクノロジーを体感してビジネスの高度化にチャレンジしていただきたいというお話です。でもう1点ですけれども、これも本当に報道機関の皆さん方に本当に心から感謝しておりますけれども、さまざまな場面で、この1年ばかし佐賀のことが取り上げられていることが本当に多くてですね、非常に感謝しております。最近で言いますと、この東の岡村の旅猿15というやつで、深夜番組ですけれども、5月のこれ佐賀の話かな、全国展開しますけど、佐賀の日で言うと5月15日の深夜1時19分から30分というのを4週にわたって、東野君と岡村君が佐賀を回る、私も九州佐賀国際空港でお出迎えしたが、号外1回目に放送されましたけれども、これから4週にわたって放送されますし、先立ては鈴木福君と田野君という兄弟の佐賀のためにですね、ヒルナンデスで2週にわたってかなり長時間放送していただきました。そんな形で、佐賀のこの良さというものをこれからもさまざまな媒体を通して PR していきたいと思いますので、報道機関の皆さん方のますますのご支援もよろしくお願いしたいと思います。いつもお世話になっております。ありがとうございます。ということで、あります。で、佐賀総務もいよいよ7月27日から8月1日ということで、近づいてまいりました。すべての20の市町が参加しての実施ということで、大変楽しみにしております。よろしくお願いします。以上でございます。